たたぬい体操第一ウィスチャルチャッチャララッチャッチャッチャッズンズンチャッズンズンチャッおゆぬい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 お前の時代は終わりやけん、たたぬい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 お前の時代は来てるんけん、あおりほたるあおりにほたるいかとも大事、たたぬいおゆぬいたたぬいわっちっちゃいかいかたこたこいかいかたこたここいこいたたぬいわっちっちゃいってことですね。はい、今回はたたぬいの神様パブロの方をね使っていきたいと思います。はい、こちらですね、射程が短いんですけども、まあ、スピード感があるって感じでね、相手の陣地にどんどんね攻め込むって感じですね。サブがスプリンクラー、スペシャルはトルネードってことですね。今回もですね、こちらガチマッチの方にね潜っていきたいと思います。もうパブロの方が難しすぎて、このガチマッチの方でですね、腕前というものがございまして、もうトリプル S プラスだったんですけど、もう B マイナスまで下がっちゃったんですね。これ習得するのにすげえ時間がかかって、もうこんな茶番はさておいて、大戦までカット聞いたよね、早めのパブロンってことでね、パブロンですよ、パブロン、パブロン使ってきますよ。ってことでね、ほらパブロいないでしょ。あ、いないし、は？は、いないし、は？は？俺の方が筆使うの上手いし、は？いや、筆いなかったし、つか、筆いなかったし。つか、いなかったし。スプリンクラー、これまず置いていくのが大事。これね、スプリンクラー、ほら、大事だよね。ほら、みんなも分かってる。筆使いならもう分かってる。もうね、筆といえば俺ですよ。筆といえば俺。なぜなら、もうパブロ界の俺ゴッホって言われてるから、パブロ界のゴッホ。パブロ界のゴッホがね、お教えする、パブロ使いへの道っていうことでね。いやー、確保されていく！やばいよ、助けて、助けて、いやいやいや、やばい、いやー、危ない、いやー、わわ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 、うわー、うわー、危ない、危ない、危ない、生きるので精一杯、生きるので精一杯。もうゴッホってやっぱ有名人だからさ、すぐこう4対1になっちゃうよね。こう4対1、あ、4対1だったら難しいな、難しい。あーってスプリンクラー、スプリンクラー最強かよ。いやいや、見せてやるって、パブロ界の、パブロ界のね、こっからもう上からもう狙っていく、狙っていく、もうスイー、あらら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 らってことでね、よっしゃー、どうや、俺がパブロ界のゴッホや、お前を芸術にしてやろうかってことでね、お前を芸術にしてやろうか、おい、お前を芸術にしてやろうか。だから無理だよ、やっぱ人気ありすぎてね、4対1になっちゃう、難しいな。まあけどね、今非常に今押されてますけども、ですが、まあね、ゴッホの力となればこっからも逆転余裕ですよ。はい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 ってことでね、はい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 、仲間が強いってことでね、はい、やっていきたいと思います。やばい、ちょっとこれ下手くそすぎるだろう、全然ね、まあそういう言うてそこまで練習したわけじゃないんでねっていう言い訳を話しつつも、ちょっと固めていく。これは勝ちたい、もう勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい一心。わかったわかった、俺はもうトルネード打つだけでいい、わかった、俺はトルネード打つ仕事だけもらえればいい、だから俺みんなのためにトルネード打つわ、だからちょっと待ってね、待ってね、待ってね、トルネードを準備だけさせて、よしよしよし、はい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 、もうわちゃわちゃしてよ、はい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 、あれあれあれ、さすがにね、こっから倒しますよ皆さん、これやばいやばい、どうですか、トラップカード絶対だ、トラップカード落とし穴、危ない、いけー、俺のトルネード、ウィー、よしよしよし、確保していく。まあね、本当だったら攻め、よっしゃ、攻めていきたいんですけど、ちょっとね、今回、まあ、パブロはサポートなんでね、しょうがないです。はいーってことでね、見ましたか、このゴッホの神の力、ゴッホのゴッドの力をね、見ましたかってことで、ほら、ダントツの、ダントツのこれ、ほら、輝きを放ってますよね。ってことでね、この辺でね、まあ、
こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。それそれそれ、お祭りだーってことですね。はい、今回はこんな感じの武器とかでね、装備でやっていきたいと思います。そんなことよりこちら見てください皆さん、ってことでこちらっす。スプラトゥーン界ではなんとお祭り中ってことでね、はい、フェスですね、いわゆるこちらです。こんな感じで今すごいいい感じの雰囲気で盛り上がってますってことでね、最初の歌タタノイ体操第一であったアオリちゃんを紹介したいと思います。いつもね、いないと思うん で今今回はなんか来てくれてるんで紹介します。こちらです、ドンってことでね、こちらがアオリちゃんです。かわいいですね、こんな感じなんですね。かわいいかわいいってことでね、次にホタル、アオリにホタルのホタルちゃんね、こちらです、ドン、こんな感じですね。ホタルちゃん、わーかわいい、ちょうど今いい感じのところ見えたね。で、なんと、歌尾くんの JK の JK コースっていうのが、スプラトゥーンの装備であるんですけど、そのスカートの下をね、見たいみたいな感じでね、歌尾くんパート1でちょっとチラチラやってたんですけど、なんとその夢が叶いました、皆さん。まあスカートです。同じスカート、JK の制服のスカートではないんですけども、なんと夢が叶いました、拍手パチ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 とでね、こちらです。皆さん、息を呑んで見てください。3、2、1、ドン、こちらでーす。ってことでね、はい、どうですかこれ、皆さんどうですこれ。あー、もう歌尾くんこれ行っちゃいましたねこれ。あー、もう歌尾くん行っちゃった、行くーってことでね、もう歌尾くんもこれ行っちゃいましたってことで、ね、はい、じゃあまあまあ置いといて、はい、よかったですね歌尾くん、いや、ようやく見れましたね。ってことでこれ動画に上げてたら面白いけどね、同じように、わー見れた見れたみたいな感じで上げてたら面白いよね。ってことで、今回は朝食はどっち派ってことでね、ご飯派対パン派で分かれて対決をしてて、今ね、ロビー行くとこんな感じで、ガチマッチとレギュラーマッチがなくて、フェスマッチのみございまして、なぜ今、急にフェスの話をしているか、なんでネクストゲームって出たのに、フェスマッチの話急にするの？なんで？動画間違えた？って思ってるでしょ君たち。教えてあげるからね、これから。あー、待ってね。ということでね、はい、ガチマッチとレギュラーマッチが今フェスマッチ中だとないんですよ。で、前半の動画撮れてたんですけど、今流れるであろう後半の動画がですね、なんと、途中でね、動画が止まって、なんか、途中まで撮れてたんですけど、その後撮れてないみたいな感じで、動画が止まっちゃってですね、まあ、いわゆる録画失敗ってことで、急遽撮ることになったんですけども、その、今撮ろうと思ったらフェスマッチってことでね、ガチマッチ、さっき試合してたのガチマッチだったんですけど、そちらの撮れないってことでね、フェスマッチやろうと思いますってことでね、いろいろと長々と説明してましたが、こんな感じでね、ご飯とパン派で戦うんですね。皆さんはご飯派、朝はご飯派ですかパン派ですかってことでどうですか皆さんは。焼きそばパンとかね、お茶漬けとかおにぎりとかね、アンパンとかね、いろいろあると思うんですけど、どうです？自分はですね、右のイカちゃんが着てるように、ご飯の T シャツ着てるでしょ？ってことでね、私はご飯派ってことでね、ご飯ですよ、やっぱり朝は。がっつりご飯ってことでね、やっぱ炊きたてのあのご飯はね、もう朝からもう心に染み渡りますよね、ってことでね、やっぱりお茶漬け、うん、決めてお茶漬け、やっぱりね、お茶漬け四季問わず食べれるし、体調悪くても食べる、飲み物にスースースーって食えるしね、お湯さえ沸いてればもうすぐ食えるしね、腹持ちもいい、パンは腹持ち悪いからね、そういうのも考えてね、もうやっぱりご飯ですよ、やっぱり食べやすいしね。パン食べるやつは外人、パンはもう外人ですから、もうね、あれよ、みんなさっきどうですか？何が好きですか？って言われて。聞いたでしょ？パン派って答えた人、もうあれね、みんなイタリア人だから、みんなイタリア人。もうね、4食、6食、1日ね、そういう食事の
外国のように撮ってる人じゃないとないって。アナハイムの人はちょいちょいこう軽食撮るみたいな感じでね、なかなかないなと思うんですよね。ってことでね、さっきアナハって書いた人は、今国籍の方書いてください。国籍の方何人でしたみたいな。多分9割はね外国人だと思いますよ、9割は。ってことでね、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。ということで、対戦までカット。はい、どうもゴッホです。ってことでね、このもずく農園新しいステージをね、このゴッホによりゴッホ農園にしてやるよ。今後今から始まるのはな、歴史に残るゴッホの乱だから、見とけよゴッホの乱、教科書載るかんな、これ。歴史の頃1ページの試合だから、これ。まずはもう塗っていく。キュイーンってね、さっきの試合はね、もう嘘だったかのような。嘘だったんじゃないかって、もう、手抜いてたんじゃ、あ、やっぱ遠くさん、手抜いてたんじゃねえなーっていうね、手抜いてたんじゃねえか疑惑みたいな、とか、もう手抜いてたんですけどね、実は。はい。ってことで、そんな感じで、早速もうトルネード打っていきましょう。ってことで、こんな感じで。ただまあね、1試合目と違ってね、ガチマッチじゃないんで、デス数、キル数あんまり関係ないんで、とにかくバンバン塗ろうって感じでね、スプリンクラーもね、投げていきたいんですけども、これは投げられんのかな？ほら！お、投げれた！すげえ！これ結構、効果適任じゃない？もうすぐ壊されてそう。あ、結構発揮してる。あ、いいかも。遠距離スプリンクラー。まあこれ実は知ってたんですけどね、自分。遠距離スプリンクラーってまた、ちょっと待ってよ！ちょっと待ってよ！スプリンクラー対このパブロンの2対1で負けたっていうの、ローラー強すぎかよっていうね。まあ今のはまああれですね、もし対処できなかった辺みたいな感じの、負けちゃってもう勝ってばっかじゃね、ちょっと対面勝ってばっかじゃちょっと参考になんないかなって思ってね、負けちゃった辺みたいな感じで、あ、今のはしょうがねえな辺みたいなね、気持ちをね落ち着かせるみたいな言い訳をね、思いっきり話していて、そろそろね、もう一手だって、もう残り一手投げそうだって、ね、またスプリンクラーは俺遠距離砲で、うわぁうわぁそれね、もう室伏が出てくるような感じで、お前室伏じゃねみたいな感じでね、投げていくとちょうどいいじゃないですか。さあ、そろそろ、なんだっけ、こいつを倒していく。あ、後ろ回れたんで、こっちも後ろ回って倒す。あ、インクね、あいつ倒すよ、待てってお前。オッケー、かわしていく。最近、なんだっけ、肩縫いっていう技がございますが、あれは正直言って、基礎技でございます。で、今からお見せしますね。新しい技の方、シューターの方がいないんで、ちょっとシューター探し行ってきます。シューター探し、新しい技をお見せしたいんでね、シューターの人を探したいんですが、シューターがいない、いた、あ、ローラーでいい、ローラーで、え、ローラー倒されちゃった。ちょっと新しい技、俺の新しい技を見させて、残り20秒でちょっと相手を探す、相手を探すのに精一杯。ちょっとどこにいる相手、ちょっともう勝ち確っぽいんで、ちょっと探します。どこにいる、シューター、シューター、新しい技、これ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 、いやいや、待って、倒せてない、倒せてない。ちょっと、行きます。これ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 、ヒュイーンって言って、お前ら筆縫いだと思っただろ？これ実は、あられちゃん戦法だ。あられちゃん縫いで、あら縫いって技、今の。キーンってね、キーンって相手の後ろを背後回るっていうね、あら縫いって技。お前ら筆縫いだと思っただろ、今回。今回お前ら筆縫いだと思ったでしょ。実はあら縫いなんですね、ってことでね。はーい、勝ちましたね、結構。いい感じで、スーパーオーハンガールになりましたよ。ということで、どんどんお祭りの方をね、フェスの方を盛り上げていこうってことでね。はい、皆さんも、スプラトゥーンガンガンやっていきましょうってことで、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。